どうも。じゃあちょっとね、パルクールやってみましょうか。ちょっと結構障害物ある。こっからだと結構眺めがいいんじゃないですかね。よっ、ああ、ここだったら取れるかな。知ってます？皆さん、パルクールって朝倉海の動画で知ったんですけど、僕最近あの障害物があるんですよ。障害物があって、その障害物をどれだけ早く進めるかっていう競技らしいんですよ。なんかね、筋肉番付とかでなんか障害物があって、なんかそれをなんかどんだけ早くこういけるかみたいな競技みたいなあるやん。イメージとしてはあれっていうか、あぶね、筋肉番付が多分あれパルクールなんだろうけど、ましょうか。さて、これがここか。見えてるか。見えてるな。よし。これ見えてんのかな。ちょっと下向けとくか。ないと思う、これダメだ。さすがに持ってだとちょっと映り、持ってだときついだろうな。よっ、映ってる。マジ映ってます。広角外した方がいいのかな。いや、広角あった方がいいか。倒れないかな、これ大丈夫かな。じゃあパルクールやります。めっちゃ使っちゃった。右足めっちゃ入っちゃった。右足めっちゃ完全に使っちゃった。
える、寒い、ああダメ、ああ痛い、びっしょびしょだ、もう帰る、てか重くしこけた、はあ、めっちゃ重くしこけたんだけど、行った、はあ、はあ、もう無理、寒い、帰る、帰ります、わざとじゃない、びしょびしょだよもう、はあ、だから体がなまりすぎてる、なんかさ、若い時の感覚で飛んだらもうダメだ。若い時の感覚で飛んだら、体が、なんか、頭の中のイメージ、頭の中のこれ止める、飛べるっていうイメージが若い時のまま。でも体がもう36歳になってるから。そのイメージについていけない、名探偵コナンの逆バージョンね、頭脳はいや違うか、頭脳は子供、体は大人ですよ。もうびしょ濡れっすよこれ、ここら辺まで浸かっちゃった水、もう帰る、寒い、こんな簡単にこけると思わなかった、やべえこれ怒られるよ、こんなびしょ濡れで帰ったら殺されるんだけど、どうしよう、これ着替えて風呂入ったらさ、ぶち切れられるよ、もう今日だって1回風呂入ってるからね、朝なんで2回風呂入んだって言われる、あこれかっ、だってもうつかがっぽり使っちゃってるから、これ自然乾燥きついでしょ、やんなきゃよかった、こんなのやらなきゃよかった、マジでびしょびしょ、ズボン、うわ汚い、ズボンとかびしょびしょなんだけど、パンツもびしょびしょ、やばい、匿名の方10個、やったー、 ありがとうございます、やった、10個、やったー、あー匿名の方れんちゃん10個、やったー、ありがとうございます、あー10個5倍やった、10個5倍やったー、あーありがとうございます、びしょびしょになっちゃった、どうしようこれ、あ10個連チャンやった、ありがとうございます、ありがとうございます、分かる、これ水が垂れてるんですよ、びしょびしょだよ、どうしよう、こんなので家帰って風呂入ったらぶち殺される、マジで風呂何回目、風呂今日に入ったろって言われるし、なんでそんなびしょびしょなんだ言われるし、バレたらやばいなこれ、どうしましょう、
どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいい。ダメだ、体がなまりすぎてるな。なんか体が思うように動かない。体が思うように動かない。これは多分年と年齢不足なんやろな。年齢不足じゃない、運動不足と年齢的なもんだんだろうな。どうしよう。でもこれ帰って着替えるしかないよね、風呂入って。まいったな、どうしようこれ。びしょ濡れっすよ。あー、豆腐10個、やったー、ありがとうございます。やったー。いやとりあえず帰るしかないかな、これ。寒いし、今度冷たいし。帰るしかないよな。まあ、家は近いんですよ、こっから。わー、てかこれさ、運転席に座ったら運転席汚れて濡れちゃうやん。あー、遠くなる50万、やったありがとうございます。ちょっと帰ろう。帰りましょう。あれ。ん？やばい、これ、あれ、やばい、効かないんだけど。え、濡れて壊れた、これ。車の鍵が、うわ、ポケットの中に入れてるから、これ濡れちゃった。うわ、完全に壊れてない、これ。あ、開いた。あれ、あ、効いた。あれ、あ、効いた。あー、びしょ濡れ。ここから下がもうびしょ濡れですよ。ここ濡れちゃうけどもう座るしかないよな。しょうがない、もう。あー、くそ、座るしかない。あー、冷たい。動くと冷たい。あー、冷たい。動くと冷たい。座ると皮膚にめっちゃ濡れた。濡れたズボンががっしりこう体重でつくから、あー、冷たい。座ると超冷たい。あ、冷たい。パルクールなんてやるんじゃなかった。パルクールなんてやるんじゃなかった。
体が言うこと聞かないわ。一瞬で終わっちゃったな一瞬で終わったんだけど、あーこれどうしよう、びしょ濡れなんだけど、マジ。あ親がいるんやけど。とりあえず靴下を脱ごう。とりあえず靴下脱がないと。あ、びしょ濡れだよマジ。びしょ濡れや。
もう今日昼間1回風呂入ってるからな、2回入ってるのバレたらマジでやばい。てかバレないで入るの不可能なんだけど、てそもそもバレないで入るの無理だけどさ。1日ね2回入るとマジでブチ切れると思う。しかもびしょ濡れになって入るなんて知った日にはやばいよ。どうしたらいいんだろう。とりあえず靴下脱いだ。あー、びしょ濡れになっちゃった。濡れちゃうよね、これ。上着脱ごう。吉江さんちょっとどいて。なんで？何が？なんで来るん？いや風呂入るから。なんで風呂入るの？いや悪いけどもう嫌だで。あの川に落ちちゃったんです。関係ねえそんなこと。私向こう行ってくれる。悪いけど向こう行ってくれる。だから着替え私洗濯しないからね。もう川に落ちちゃった。俺やんないじゃんね。もう絶対やんないからね。俺はもうあれデイサービス行かなくちゃ。だから人の量を増やして、遊んでて人の量を増やすやつなんかいらねえから、うちから出てってくれよ。もういいから、いなくていいから出てってよ。もうお役公文が何でもそうだから、出てけば私もうやんないかんね。悪いけどそんなの洗ったって落ちないから、そういうのはもう構わないから。どんどんうち帰ってきないでくれ。もういいから、いなくていいから、どんどんもうどっか行っちゃってくれる。悪いけど顔見たくないから、人ばっかりこき使って、もういいからいなくなってくれよ。嫌だよ、これからね支払いがいっぱいあるんだから。
払いたく困るからよ。冗談じゃねえで、もう二度とあんたの芋の中払わねえから。何がバカバカしくてやってないね、こんな人生。何なん自分は勝手なこと。風呂入ってきます。風呂入ってきます。そうね、風呂配信ってね、ふわっちょばんなっちゃうんで、ちょっと風呂入ったらまた配信しますね。ちょっと風呂入ってきますわ。汚いなこれ、やばいわ。ということで、一旦お疲れ様でした。ちょっと風呂入ってからまたやります。一旦お疲れ様です。チンコ悪いけどさ、私たち生活かかるわけだからさ、金返すよ。ね、金返してるよね。やばいやばいやばい、風呂入るから。一旦お疲れ様です。